はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。おにょへい様、かずさのすけ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただき誠に恐縮であります。ありがたく頂戴して政治活動資金にさせていただきたいと思います。腰の方ですけれども、だいぶ良くなってまいりました。ちょっとね、30分ぐらい経ってると痛み出すんですけれども、だいたいかがんだり、物拾ったりする動作が怖くなくなりました。まあ注意 しないといけないんですけれども、中の人から聞いていた NHK にはジャニーズ専用部屋があり、ジャニー社長自らたびたび訪れていたという情報ですね。講談社フラッシュが詳しく報道しておりました。専用部屋だけじゃなくて利益を提供していたという話、現金ね。記事要約です。西館706、707はジャニーズが占有していた。職員もジャニーズに提供した部屋で事務所の出張所という認識だった。ジャニーさんもしょっちゅう現れていた、訪れていた。で、膝にですね、小学生の男の子を乗せて、微笑むジャニーさんとかが目撃されているみたいです。渋谷にあるジャニーズ事務所所有のパークウェイスクエア3ビルっていう7階建てのビルの3フロアバガシを NHK が借りていた。あんまり使ってなかった。年間賃貸料は約2億円で利益供与を疑われている。国会で追及されるのは間違いないだそうであります。世論です。これ完全に共犯関係じゃない？テレビ局全部がこのまま何事もなかったように済まそうとしているような。また一つ受信契約をしない理由が増えた。いらない不動産に2億円の賃貸料を20年も払ってたなら大問題だよな。受信料をそんなところに流していたのか。本当業界ぐるみで悪行を隠蔽してたんだな。一番笑ったご意見、理髪室なのに本番ありっていうですね。占有部屋の提供は民放各社もやってそうなんですけれども、まあジャニーズ専門、他のタレントは使えないみたいな、そういうのは民放各社もやってそうだな。社長自らしょっちゅう訪問は NHK くらいでしょうね。それよりも必要もない賃貸料合計40億円ジャニーズ事務所に流していたっていうのが大問題。それ皆様の受信料ですからね。ジャニーズ事務所から年間2億円に匹敵するような見返りあったんでしょうかね。金とか女とかね。誰かの一存じゃこれ続けらんないでしょ。部署ぐるみの犯行っすかね。部署ぐるみ買収されてたってことっすかね。部署ぐるみ金と女をあてがわれていた、あるいは男あるいは男の子。だから紅白ジャニー枠を6から3に減らしますって出すんかーいってバッサリ切れないんでしょうね。テレビを捨てて解約しましょう。そうしましょう。 NHK ろくなもんじゃないです。紅白で減ったジャニー枠の穴埋めは演歌と K-POP かって記事に対してですね、なんで日本人の払った受信料で韓国人の歌手にギャラ払って歌わして韓国人に無料で見せるわけ？受信料払ってる人は怒るべきですよ。一番いいね。もらってました。プサンあたりでは普通に NHK 映るっていうしね。プサンの漁師は NHK 天気予報を見て漁に出るっつうしね。反応です。これでもまだ疑問に思わないやつは永遠に NHK の奴隷やってろと思う。スクランブルにしてくれれば払わないから何やってもいいぞ。もはや KHK だな。韓国放送協会ですかね。コリアって C だか K だか。まあ、そして日韓歌合戦に、ますますテレビを見ない理由に、最近はテレビ東京の年忘れ日本の歌に高齢視聴者奪われてんだって。これじゃ若者グループにピンときませんからね。スクランブルにしてくれればそれでもいいって人だけが払うんだから何やってもいいのにね。紅白全員 K-POP にしてもいいし、K-POP 歌合戦にしてもいいし、大々的にサムスン・ヒュンダイの宣伝してもいいよ。それでもいいって人だけ払うんだし。韓国勢が目に余るほど増えたらですね、抗議デモやりますか、富士デモみたいに。その時はご協力ください。来週日曜日の10月1日の外国人実習制度廃止デモも何卒ご参加ください。今のところ天気は晴れであります。
増税メガネ、税収を国民に還元する、年収が106万円を超えるとかえって手取りが減る、そごはそのまま企業にですね、最大50万円の補助金配ると発表しておりました。初めからとんにゃけいいのに、やっぱバカなんすかね。その106万円以上、だから106万円も入んのかな、106万円額面になっちゃうと、それ以下は確か無税だった気がします。無税、税金の申告も必要ない。だからサラリーマンの奥さん106万円までに、まあ、あのパートとか納めるように、するっていう話聞いたことありますけれども、反応です。還元するならそもそも取んない、減税しろっちゅうねん、条件次第で補助金つけてやるわみたいな態度に腹が立つ。還元した税収を補うために増税します。還元じゃねえよ、減税しろよバカメガネ。事務手続きでパソナを儲けさせたいだけだろうが、かえって手取りが減る、計算式をなんとかするいい話なのにね、補助金出して、当てがうじゃん、手当てするじゃん、106万円から増えた分の 5% いただきますとか 10% いただきますとかすりゃいいじゃん。そしたらですね、まあ10% いただきますだったら 90% はずつは手取り確実に増えんだからね。そういう計算式にしたらそんなそごないのにね、そうすると減税になっちゃうから死んでもやりたくないですかね、このバカメガネは。そんなんだから内閣支持率5ヶ月連続下落なんすよ。下げ止まらない。財務省にですね、減税したら命をもらうぐらい脅されてんのかっていうぐらいの態度ですよね。最近岸田の顔写真とか見ちゃうとムカムカします、イライラします。本当に嫌悪感っていうか、特に笑った顔がイラッとします。24時間テレビの視聴率、募金額ともに右肩下がり、石澤日テレ社長記者会見、それなりに検討していかなければならない。ちょっと日本語おかしいな、それなりに対処していかなければならない、じゃないかな、この場合はな。日本人じゃないのかな、ひょっとしたら。反応、それなりってなんで、それなり、それよりもっと考えることがあるだろう、もう打ち切れ、あれで喜んでんの日テレだけだろ、ギャラの総額公表しろよ、感動ポルノいらねえ。テレビ自体の影響力が落ちてんで、どうあがいても視聴率も募金額も回復しないのにね、赤い羽でバレたけど、募金が必要なとこに、必要な額渡るとも限らんし、お仲間の中で回してる可能性が高い。今はクラファンとかで、スパチャもあるか、応援したい団体や個人を自由に選べるし、額も決められるし、はっきり言って時代遅れ時代遅れ、そういうのがあるのに、出演者に婚約からギャラ払ってるし、完全に商売ってバレてますしね。石澤社長それなりにいまいちやる気全然感じないのは、頼む俺の任期中は持ってくれかって感じですかね。あとは野となれ山となれ、今さえ良ければそれでいい。埼玉地検7月4日に起きた川口市基幹病院前クルド人騒乱の原因、刃物で切り合い殺人未遂で逮捕されたネトラレ男と魔男とその仲間7人全員を不起訴処分に。不起訴理由は非公表だそうございます。不起訴になっちゃった反応、殺人未遂の不起訴、殺人未遂が不起訴って、これはもうみんな驚いてましたね。なんで理由を説明しない、これが法治国家、不起訴にして誰が得すんの。救急病院を受け入れを麻痺させたのに不起訴、外国人犯罪のノーカウント多すぎない。最近不起訴だらけだけど知見どうなってんの、こういうの追及するのがマスコミの仕事なのに、被害者の家にはズカズカ行くくせにな。多分殺人未遂に関してはお互いが被害届取り下げたんでしょうね。元警官にですね、殺人以外だったら被害届取り下げできるって聞いたことあります。殺人はですね、死体そのものが被害届でまあなかったことにもできないし、取り下げる人間もいない、死体になってくから、ということなんですかね。基幹病院を数時間麻痺させて日本人に迷惑かけといて騒乱罪って、なかったかな、思うんですけど、
これもあの騒乱罪は現行犯逮捕じゃないとダメなんすかね。謎は深まるばかりであります。もういっそですね、被害者が外国人なら捜査しないって発表しちゃいなよ。神奈川県警のとある署のデモ担当さん、やっぱ外国人が被害者だと後回しになっちゃいますよね。ここの署はですね、あのパンクするっていう理由で何だのかんだの言いくるめて被害者に被害届出させないって方針でした外国人が多い桜木町担当の署なんですけどね、被害者が外国人なら捜査しないっていうことだったらば、不埒な外国人犯罪者いたらですね、ソマリみたいな一般人が罰することも可能に。これね、このシステムいいんじゃないか。逆治外法権と呼びますか。これいいんじゃないか。もう国の方針として被害者が外国人だったら警察は腰上げませんってしちゃうでしたら不埒な外国人、人に迷惑かけてる外国人いなくなんじゃん。したらね、不動産バブル絶賛崩壊中の中国、マンション34億個作っちゃったそりゃバブル崩壊するわ。14億人しかいねえのに。反応です。途中で気がつけよ。さらっととんでもないこと言ってるし、計画とかなしでやってんの。世界中から移民受け入れられるじゃーん、埋めればいいだろうの精神、ポツンと一軒家にすればいいんじゃない、一人10ずつ買わせれば解決と。こういうゴーストタウン全国にいっぱいあって、鬼城って名前ついてました。まあ鬼はなんか中国では死人、亡くなった人のことを言うみたいで、電気来てないんだからまあ誰も住めないですけどね。人口14億人でも買えるのは共産党員1億人ぐらいで、作ったマンションが34億と。これ作るのが目的で、その後何も考えてなかった結果なんですけど、これ地方銀行がですね、無制限に融資する、地方政府が無制限に建設計画を立て建設する、目的は業者からの賄賂と中抜き。これでどんどん膨れ上がった不良物件が34億と。で誰も責任取らずに子や孫に押し付けると、不良債権を。これがですね、何千年経っても中国が先進国になれない理由ですね。生き方が無計画で、利益に群がる昆虫的なんですよ。昆虫的、これは世界中のいろんな人が言ってる。なんか中国人って昆虫的、なんか補助金とかあとバーッと群がってきて、で放射能原発事故なんかあとバーッと散ってみて昆虫的。そんな悪質なんだったらクルド人全員引き取ってよ、埼玉の頼むよって感じなんですけれども、というわけで10月1日外国人実習制度廃止デモを行います。皆様来てね、よろしくお願いします。デトックスジャパン。